キピ、君のことだよ。君、今日はスキピのために私が耳かきしてあげる。じゃあこっち来て。じゃーん、スキピのためにふわふわの耳かき用意したんだ。これでスキピのことをたくさん癒してあげるから。いいでしょ。じゃあこっちの耳から行くね。痛かったりしたら言ってね。くよ。最近 LINE の返信とか遅いよね。なんかあった？そっか、忙しいのか。うん、そうだよね。うん、分かってるけど、分かってるんだけど、やっぱりなんか前より冷たくなったかなって思ったり。私はずっと待ってるんだよ。スキピからの連絡がなくて朝になっちゃったりとかよくあるんだ。でも最近はデートの時に買ってくれたぬいぐるみがあるでしょ、あれとお話ししてたりするんだ。聞いた？だってスキピが全然話してくれないから。好きになっちゃったのかなっていつも不安になってるの。でもそんなことないと思うけど、でも不安で仕方なくて。じゃあ今度はこっちの耳、反対側、こっち向いて、いくよ。ねえスキピ、スキピは私のこと好き？好きって言ってもらわないと。
ついたりすると目がすごい泳ぐよね。わかりやすいよね。どうして、どうして隠しておいてくれなかったの。どうして私のことを騙し続けてくれないの。私の気が済むまで私に付き合ってくれるよね。もう離さない。スキピは私だけのもの、絶対に離したりしないから。ほら早く行くよ、おいで。